リアズトーク第6回目です。この放送は毎週水曜日会員限定の生放送という形で収録を行い、金曜日に YouTube 動画で公開しております。はい、一周回ってついてきました一周回って水曜日と金曜日についてきました。ありがとうございます。どういうこと？え金曜日どういうこと？あの金曜日一周遅れで、あ、そういう意味配信をしております。ありがとうございます。はい、本日は10月15日、はい、バレンタインデーの次の日ですね。はい、天気は曇りところどころに晴れはい、今日の雨の音数は15位です、はい、あれ何占いそれ星座じゃなかったな。何占いやろ。出席番号占い何いるのはい、ということで今週はいかがでしたでしょうか。今週いかがだったでしょうか。なんかあったかいなと思ったのに今日寒かった。いや、そうなんだよね。なんかあったかかったり寒かったりね。え、でも土曜日にちょっとショックな出来事があって、ええ携帯ですよ、私の。へえ、iPhone 12 mini 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 が出てて、わいわい出て、はい、で13 mini があって、うん、14 mini がないのよ。なるほど。じゃあ14はでっかいタイプしかない、うん、そう、はいはい、俺は mini が欲しくて。ああ、わかる。あのサイズがいいのよ、うん、あのでっかい携帯が嫌いやから、わかる。できるだけちっちゃいのがいいなと思ってて、うん、まあ iPhone で iPhone ブランドで mini が出てるから、うん、それがいいなと思って使ってたんだけど、うん、だからケースとかもできるだけもう本体にぴったりフィットしてるようなやつ、はいはいはい、はい、ちょっとデコれてないやつ、はいはい、を使ってたの、はい、でそれが土曜日に、うん、もう2年ちょい経ってるんだけど、うん、使ってから、うん、それが出かける前 30% で行って出かける前 30% もだいぶ危うくないでもまあその使うことないなと思って30%で行って、その1時間後にはもう 10% になってたの、うん、それにちょっとショックを受けて、うんうんうん、その残る 10% で、うん、iPhone のバッテリー交換を予約しようと、うん、命をつなげ。そう、でも14ミニが出てるんだったら14ミニに機種変しようかなと思ってたんだけど、もうそれがないならもうこれでいいやと思っちゃってて、まあそうね、 iPhone のバッテリー交換が、うん、そろそろなんか値上げが始まるらしいので、はいはいはい、それをちょっとそれより前に充電を交換、うん、バッテリー交換しようと思ってて、あ、水曜日に予約して、はい、今日ですよ、はい、行ってきました。はい、うん、でその話をね、うん、まゆさんにしたら、うん、なんと前日の火曜日に予約しやがって俺よりも前にまいさんは昨日バッテリー交換になんだよ、じゃあ式合わせろよ昨日も今日もさ、もうバッテリー交換2時間待つんだから、ね、違うの、私もだからさ水曜日に入れようと思ったらもう水曜日が空いてなくって、良き時間が、ああそうだね、そう、だからもう火曜日に入れちまえって思って変な思いをしたよねずっと車の中乗ってて、でも、うん、だいぶ待つからさ、うん、本も買ったわけよ、文庫本を、まあ、いやいや、明日も読もうと思って、うん、でもその間に読み終わっちゃってさ、一冊へー、今日また新しく2冊買ってきましたよ。買いましたね、うん、村上春樹、へ、読んだことある？ないと思う、うん、多分これなんか名前は聞くけど全然知らんくて、うん、なんか新しく短編小説、うん、が出たから買ってみた、うん、まだ読んでないけど、うん、初村上春樹、うわ、うん、なんか知ってる人いたらこれおすすめですよみたいなの教えてください。ぜひよろしくお願いします。なんかありました？ねえ
からね、ずっと行動が一緒だから同じことしか話せないんだよね、うん、いやでも村上春樹は読んだことないな多分。いやな、もし読んでてもその印象に残ってないってことは読んでない、うん、なんかあれ今まで読んだ本で一番印象的だったのは何？なんだろうな、なんだろう、思い出せないかもしんない。うん、じゃあ今日はここまで。はい、ありがとうございました。あ、でもね、あの、うん、この間のハリーポッターからねあれかもしんないけど、うん、ハリーポッターの女の子バージョン、タラダンカンっていう、それも多分児童文学やと思うんだけど、シリーズ的な、シリーズもある、タラダンカン。違う違う、ハリーポッターシリーズ。あ、じゃない、じゃない、全然違うんやけど。ただその女の子もなんか普通に人間の世界で暮らしてたけど、うん、自分は実は魔法使いでしたって知らされて、そのっていう。ホグワーツ入学と。ホグワーツじゃないけど、まあ同じような展開をしていく、お話があって、そう、その女の子はあの額に傷はないけど、髪が一房色が違うのっていうめちゃめちゃ似てんじゃねえかおしゃれポッターやね。おしゃれポッター、そう、それがねめちゃめちゃ好きでしたね。うん、はい。あの件は、あの件、うん、あ、そうですね、ちょっとでも私まだ触ってないからさあれなんですけどちゃんと触ってないからあれなんですけれども、本日舞さんのお家にパソコンが届きました。SE 入ってるから、ブーブーなんでだよありがとうございます、ありがとうございます。そうなんです、今あの使ってるパソコンは Mac の、しかもノートパソコンなんですよね。だからこれでやれることがだいぶ限られてたんですけれども、こうちゃん、皆さんご存知こうちゃんペンギンのこうちゃんにあの組み立てていただいて、自作 PC していただいて、やっとおめさんのお家に届きました。ありがとうございます。これではかどりますね、いろいろ。そうですね、はい。え何まだでもあの今日届いてやっとセッティングしたばっかりなので、まだ何にもいやね、できてないから、ちょっと、ね、皆さん、こうご期待ってことでよろしくお願いします。はい。はい。はい。いいですか？そう、来週の話は？そうですね、来週のお話もしなければいけないんですけれども、来週の水曜日っていうか、来週全部ですね、月曜日からすべて、ちょっと舞さんがあのレコーディングに行ってまいりますので、うん、多分もう帰ってきたら、あ、もうダメです状態になってると思うんですもう何も喋りたくありません状態になってると思うんです、疲れまくっててなので、来週のカナリアズトークはお休みになると思います。一周飛んでお送りしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま、配信自体は多分一周伸びてるので間違いなくあると思うんですけれども、ただあの生収録がね、うん、ないと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、それではもう今週の一曲に行ってよろしいでしょうか。見事にさ、スケジュールがみんな被ってないんだよね、うん、何のスケジュール？あのトヨロちゃんの方のレック、ほう、トレちゃんの方は18、23、25、26、マリさんは20、21、22、24。あ、すごい。マジで見事に被ってない。すごい。ちなみに私は不足の時点にされても自宅の PC の前で待機しておりますので、はい。はい。はい。データのやり取りね、オンラインのデータのやり取り。はいはい。ちょっとこれ、間違ってるファイルって言われたらもう一瞬で書き出せる準備は、はい、しておきますので。はい。よろしく頼むぜ。よしよしよし。はい。よしよしよし。ありがとうございます。はい。では本日の一曲は、
はい、本日の1曲は、フォースアルバム 1% の革命前夜から追悼回廊でございます、はい、お聴きください。はい、追悼回廊でございました、はい、皆様ありがとうございます。なんかもう受験の季節だったりさ、うん、期末考査の試験だったりの季節だったりさ、あ、みんなでお疲れモードなので、うん、この曲でまったりしてもらおうかなと思いました。あー、いいですね、いいですね。追悼回廊自体はかなり、なんて言うんだろうな、あれな曲ですけどね、うん、恋愛ソングね。じゃあ、まいさん、ここでお知らせが2件。え、何のお知らせがあるの？やば、言ってなかったっけ。なんだ、あのカルモガイの時計台に、はい、来週はね、はい、配信がない代わりに投稿するよみたいな。あ、なるほどなるほど、それそれか、うん、カルモガイ、そうですね、あのレック風景、レック風景じゃないけど、こんなところでレックしてるよとか、うんどんな感じだよみたいな写真とかをね、来週は上げていけたらいいなと。お昼食べたのこれだよとかね、うん、なるほどねあれがない代わりにね、あれがない代わりにね、うん、はい、それから、それから、あ、え、未収録の曲の話ですか。はい、はい、まだ未収録っていうか、まだ全然できてないんだけど、ザキちゃんが作って、マイさんにはいって投げてきた曲をマイさんがブラッシュアップしてる曲があったんですけど、それは全くもう進んでなかったので、うん、マイさんが勝手に進めときました何の曲だろう、そのザキちゃんも聴いてないので知らない、渡してもらってないってことやな。いや、昔渡したんだけど、多分もう完全に忘れてる曲があるので。昔って何年ぐらい。1年2年ぐらい前の曲かもしれませんね。どっちだよ、1年と2年はでかいやんだいぶでかいやん、1年と2年は。その曲をもう生まれての赤ちゃん2歳になってるってことやろでかいな、でかいよ、そう思うとでかい確かにな、96歳は98歳になってるって。それは全然変わらない、変わらんな、うん、それはそんな曲を、カルモガイにあげたいと思いますので、皆さん、準備の皆さんはぜひお楽しみにお待ちください。超ね、おしゃかっこいい、おしゃかっこいい、おしゃかっこいいアンニュイ曲になってますので、かっこいい曲何楽しみに
お待ちください。はい。じゃあ本日のトークテーマは？はい。本日のトークテーマは、今までに出かけた場所の中で一番落ち着いた場所はということでございますが、自宅ですじゃないもんね、これ。そうだね。ほら、もうちゃんとそういうさ、いうのを感じ取って、出かけた場所の中でっていう条件をちゃんとつけてある。賢っ。賢っ。絶対ザキちゃん、一番落ち着いた場所はだけだったら、いいえ。そう、なんか旅行先でも、まあ、もうホテルに入って、うん、なんかホテル、最近のホテルってさ、うん、ネットフリーとか、あのアマプラとかが契約してあって見れますみたいな設定があるんだけど、もうそこにホテルに着いたらもう真っ先にそれピッて起動してゴロゴロしたすって出ないよ私は外には出ないよってウーバー頼めるここ、いやマジで本当にそうなんよね、ザキちゃんと旅行すると楽しくねえからな飯はもう近所の出前でいいやろ、本当にそうなるから、うん、今住んでるところがさ、ウーバーも出前かも届かない辺境の地なのでピザーラも届かない、ピザハットも届かない、届けてくれないから、うん、県外ですって言われる、あなたのどこ場所は配送範囲外です田舎者は出直してこいって書いてあったから悲しい悲しい、いやそういう時にはね、なんかやっぱ頼みたくなっちゃうのかな、うん、せちがらい旅行先になるとそわそわしてしまう、楽しい楽しいしかないから落ち着くことはあんまりないかも、いやでも本当になんだろうな、旅行先に行って、うん、よしじゃあ満喫するぞみたいな、旅行先のもろもろ満喫するぞっていうタイプと、なんて言うんだろうな、もう身近な手近なところでゴロゴロしたいなっていうタイプと分かれるよね、分かれるよね、うん、なんか忙しいとなんか暇だとダメになるタイプと忙しいとダメになるタイプの人いるじゃん、うんうんうん、もう忙しいとダメになるからお前さん逆なんだ、お前さんは逆で暇だとダメになるタイプやから本当に合わないんだよね難しい難しい、ほらほら一番直近でも直近はい、ソフトバンクのさ、あーえっ、ー、とな球場、そうそうそう、ペイペイドームに、あれ無料券を市からもらったんだっけ、そう、市からもらったから行ってみたの、そうで、その難しかったね、だいぶ何が座席どことか、そうかい、うん、飯はどこに並べばいいのとか、あースタジアムにあれがないじゃん、実況中継がないじゃん、そうだね、分かる、はいはいはい、なんかテレビで見てると生で見てに行ったことある人は分かるけど、うん、テレビだとさ、なんか今投げましたとか、うんうんうん、なんとかなんとかにヒットとか、はいはい、なんとかなんとかにランナーがあって解説してくれるじゃん、さあどうなってますっていうのがね、ちくち分かる、あれがないからさびっくりした俺、今何が起こってるのか分からんみたいなそうだね、野球知らないっていうかあんまり、そう野球のルールがあんまり分かってない人間なので、ねうん、であとすごく遠かったじゃん、あすごく肉眼ではまあ確かにカメラだと近く見えるもんね、そうあのピッチャーとはいはいはいキャッチャーっていう受ける人がいて、ピッチャーが投げたボールをキャッチャーがキャッチして、うん、その間にバッターっていう敵チームがボールを、うん、カキンって打って バットっていう大体大体の人はみんな知ってるかもしれないでそれを遠くに飛ばして、うんその間に、うん、あの走る、ね、ダイヤモンドみたいな形の、うん、ところにある隅々隅にある、うん、あのなんていうのあの四角いベースにベースに足を踏んで走って、うん、ホームベースって元の場所に帰ってきたら1点っていうゲームなんだけどそうだね、ありがとう、詳しく解説それがちょっとまあ肉眼には見えるもの、さすがに球までは肉眼には見えないみたいな、あー確かにな、であとあんまり打った音が聞こえなかった、そうか、うん、でなんかファーっていうのが来て、うん、あ客席に球が飛んでくる危険がある時に、うん、ブザーみたいなのが鳴るみたいな、そうだね、うん、気をつけてねみたいなやつ、そうが鳴るやな、鳴る、あと、うん、その今投げたよとか今
構えてるよとかないから、うんうん、結構注目してみとかないと勝手に進んでいくのよ。そうなんだよ、勝手に確かに、うん、区切りがないからね。区切りがないから確かに確かに進んでいくのよ。確かにな。例えばちょっと俺が唐揚げを取りたい、うんうん、唐揚げ取って、うん、お口に運んでる間に、うん、もう何かが起きてるとフィールドでは。そうだね、確かに確かに。でパパパパーって音楽流れ始めて、うんうんうん、次のバッター、はい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 、三振したりとか、うんうんうん、アウトになったりとか塁に出たりとかでいなくなった次のバッターが出てくる時に、うん、テーマソングが流れたりするやん、はい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 、で何事みたいなで、はい、その紹介が流れるみたいな、うん、そういうのでやっぱその展開を知るっていうのはあるんだけど、うん、それの間は、うん、見てないと分かんないみたいな。あ確かにな、うん、でもそれで言ったらさ、サッカーもそうじゃない？なんで？サッカーもずっと見てないとなんかよく分かんなくなる。そんなことないよ逆にやサッカーは目離す瞬間がないもんね。確かにそうなんだよね。だからサッカーってほらもうずっと流れ続けてるから、うん、でも野球ってこう一回一回こう交代したりとか、うん、区切りがあるから難しいのかな。難しいですね。いや、ちゃうね、野球ってさ広すぎないドームスタジアムが。だって広くないとすぐホームラン出ちゃうでしょあ、そういうこと。うん、客がさめっちゃ入る、上まで入るじゃん、うんうんうん、でもサッカーのスタジアム、まあサガン鳥栖のスタジアムか、うんうんうん、サッカーも実は同じタイミングでチケットが当たってさ、無料チケットが、そうだね、見に行けたんだけど、結構スタジアムと近い、いや2階席で、うん、2階席が一番上なんのよ。だから2階席一番遠いはずなんだけど、その遠い席ですら、野球とほら野球の見た後やからかもしれんけど、めっちゃ近く感じて、うん、あ、っていうかね、多分カメラの問題がすごくでかいと思うやんか。テレビで見るカメラってサッカーはやっぱ引きで全体を見せてくれるから、うん、そんなにスタジアムで見るのとテレビで見るのってこう差がないように感じるけど、うん、野球ってめちゃめちゃ近いところをさ、あ、そうやね、ピックアップして映すから、実際行ってみたらめっちゃ遠いみたいな、そうめっちゃ遠い、ね、超広いじゃんみたいになるのは感覚的にはわかるかも、ね、うん、だからもう入り口から一番近いスタメシ、スタメシ、屋根メシ、屋根メシ屋さんのしか行ってないしね、広すぎて。あ、ペイペイドーム、ペイペイドーム確かに、ペイドーム広すぎ確かに確かに、ペイドームは本当何回か行かないと多分分かんないと思う。そうだね、まだ俺野球のルールが分かってないからその辺もまだ勉強してるなるほど。いつもなんかほら、うん、野球見るときはさ、うん、お父さんと一緒に見るやん、はいはいはい、ね、あれは今どうなってるんですかって質問して解説してくれる人がいないと、あ、どういう状況かまだわからんみたいなことがあるので。いやでも本当にそのなんて言うんだろうな、野球もサッカーもだけど単純なルール知っててもそれがどうなってるかわかんないと面白くないよね。あ、そうやね、そうなのよ、結局そこでさ、そう、野球も楽しいのよ別に、うん、でサッカーも楽しいと、うん、でその楽しさの違いっていうのは、うん、俺はサッカーはもう何回も見てるから、うん、理解があるから楽しいと。そうだね、説明もできるし、うん、で野球の楽しさは初めて行く場所やから、うん、新鮮味があって楽しいと、はいはいはい、でももっと深く追求していくとね、うん、なんか楽しくないことって逆に何って思うのは、うん、一つは興味がないことと、うん、一つは知らないこと、うんうんうん、だと思うのよ、無知なこと、うん、だからこれ楽しくないなっていう時はそれに対してもとことん知識をつければ楽しくなる、うん、いや本当そうだと思う、そう、うん、全てのことにおいてね、能力の一つかなって思いますね。そうですね、ね、落ち着く場所ってなんだろう本当に全然違う話したわ落ち着く場所は、はい、ベッドの上ですどこでもいいから、どこでもいいから寝かせろと、ホテルでもいいからプライベート空間っていうことかな。なるほどね。あ、でも京都は良かったかも。京都かいいな。京都昔、うん、大阪に住んでた時は森口市に住んでたから、うん、モノレールで烏丸まで行って、うん、京都の、うん、今直で京都に行けたと、うんうんうん、でそこから鴨川のところに出て、うんうん、
街並みがすごい綺麗やったし、歩いてても楽しかったから、うん、京都は楽しかったかな。いいな、京都行ってみたいよね、うん、行きたいな京都。なんかあの昔、うん、倉庫やったのかな、あの軍事施設か、軍事施設か分かんないんだけど、めちゃくちゃ巨大な、あの例えるなら映画ハリーポッターの食堂あるやん、めちゃくちゃ長い机が映画並んでて、あれがあって、へ、倉庫のあれだけの倉庫がね、でそこはレストランになってて、へ、でしかもなんかあの入場料は均一で、一回パッと払ったら入れて、はい、いやから俺もう何年も前の記憶やから確かそんな感じだった気がするって言ったんだけどうん、うん、でそこで小皿に取り分けられたおかずを自分で取って、あ、好きなのを持ってってくださいよ、好きな席に座って食べますみたいな、そんなシステムだったんで、あそこ楽しかったね、え、面白そう、なんか本当に出会いがありそうな感じの、うんうん、面白い出会いがね、うん、変な人がいっぱいいたから面白かった変な人俺みたいな変な人が、なるほどなるほどなるほどな、うん、納得してんじゃねえロケットパンチ飛ばすぞロケットパンチ飛ばす時点で変な人ないよあなたは、でもそれ落ち着ける場所なの、楽しかった場所やんな、うん、いやなんかだから、うん、アットホーム感はすごい感じた、あーなるほどなるほどなるほど、うん、そういうことね、落ち着いた場所か、難しいな、落ち着いたことある人生でないかもしれん、あでも割と舞さんは結構神社が好きだから、例えば太宰府天満宮とか行ったりとか、うん、そうだね、割と神社が好き神社が好きじゃ広い公園、広いところが好きなんじゃないの、あでも緑があって、いやでも広いところは好きじゃない、あそうなん、うん、狭い、でも狭いところも嫌い適切な適切な空間が必要、太宰府にとっては太宰府は狭いと、太宰府はもう庭みたいなもん、どこにトイレあるかすぐに案内できるもん、ね、そうそうそうでも太宰府ってすごく広いように見えるけど、なんかこう一個一個のパーツで見たらすごい狭いじゃん、うん、わかる、わかるわかる、そのあの駄菓子屋さんとか狭いし、うん、そうだね、餅屋さんも狭い、うんうん、太宰府バーガー屋さんも狭いよね、なんか狭い狭い、なんか路地裏に入りました、そう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 、だからなんかこうめちゃめちゃだだっ広いところは見てるだけで疲れるし、うん、まあ、さ狭いところはもうめちゃめちゃ嫌いやから、うん、狭いところも、え、そう、うん、よくあの階段裏のお尻に閉じこもってるやんそんなことある、物置や階段裏の物置によく入ってない、それ猫ちゃんやねマイさんはマジであのそういう暗くて狭い場所はもう本当に無理だから、そうなの、ちょうどいい、ちょうどいいよ広さの、ちょうどいい広さ、ちょうどいい広さのところが難しいなそんなの時と場合によるやろ、ちょうどよい広さの、楽しい時広い時がいいけど悲しい時は狭い時の方がいいやろ自分次第やそんなもん常に段ボール囲える段ボール持っとけ、自分を囲える段ボールをということで一件落着ですね大丈夫いった、何よ、面白かった、ハートボム持ってみて、面白かった一人だけ面白い言ってこっちは全然面白くない全然思んないわ、こっちはもやもやしてる気持ちだけが残ってる、何のもやもやが残ってるさあ、ということで本日はちょうどいいお時間ですね、はい、ありがとうございました、皆さんわかりましたでしょうか、全然わかりませんけどもちょうどいいとこ、広くもなく狭くもなくちょうどいいところがいいです、はい、はい、ありがとうございました。はい、それでは来週お休みなのでまた、はい、再来週、そしてあのこれが公開される金曜日に会いましょう。はい、よろしくお願いいたします。それでは、それでは皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。囲えるダンボール持っとかね。囲える。